ソウルオリンピックの銀メダリストが中国のコーチが組織的にドーピングを支持していたことについて明かしました。東京オリンピックでは一部中国人選手の性別について憶測が広がっていました。元オリンピック水泳選手が中国共産党当局の命令でコーチ陣からドーピングを受けていたことをエポックタイムズの番組で語りました。ファン・シャオミンさんは中国の水泳選手として初めてオリンピックでメダルを獲得した選手で、 1988年のソウルオリンピックで女子200メートル平泳ぎの銀メダルに輝きました。その2年前、ファンさんはすでにアジア最強の女子平泳ぎ選手という評価を得ていました。ファン・シャオミンさんは現在、韓国の水泳ナショナルチームのコーチを務めています。東京五輪2020は公式にトランスジェンダー選手が出場した初めてのオリンピック大会となりました。一部の中国人選手も注目を集めました。 彼らは女子チームに参加していますが、多くの点で男性のように見えます。中共当局者は彼らが生物学的に女性であると説明していますが、納得しない人も少なくありません。ファンさんは中国の選手は、1980年代から PED、運動能力強化薬物の摂取を支持されており、これは決して新しい試みではないと言います。We began to use PEDs from the 80s. ファンさんによると、PED 接種は当局の命令で、コーチが手配したものだったといいます。Stages, stage, ファンさんはアジア競技大会で金メダルを取った後、コーチからドーピングを受け始めたといいます。 彼らの目は5人に注がれていたのです。当時ファンさんは最も有望な選手で、世界ランキングでもトップを争う実力でした。コーチは PED 接種を手配しただけでなく、ドーピング規則違反を回避する方法まで教えたといいます。 ファン・シャオミンさんによると、女性が禁止薬物を服用すると、生理不順になり、声は男性のように荒くなり、喉仏も目立つようになり、外見が男性のように変わるといいます。しかし、体に対する影響が大きく、ファンさんの体調は急速に悪化し、 24歳で競技人生を打ち切るしかありませんでした。ファンさんはその後、長い間、心臓病と激痛に苦しむことになりました。ファンさんは中国人選手を見ると 若い頃の自分を見ているようだと言います。中国人選手の苦しみと葛藤を理解しているからこそ、彼らを気の毒に思い、悲しい気持ちになると述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。